吉上少寮は、日本の歌人、政治家。1884年、千葉県印馬郡の農家に、父小一郎、母と、久の長男として生まれる。当時、この地の農家は繰り返される、印馬沼の反乱に悩まされていた。1892年、父の小一郎が、八原村の村民47個を率いて、妻と共に、北海道石狩国流郡に移住。開墾し、 ウリュウ村はを創立する。両親の北海道移住以来、少量は東京の祖父、祖母の元で育てられた。海星中学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学法科経済学科を1916年に卒業。1921年に、父の経営する中央新聞に文芸部長として入社する。後に政治部に転属となり、政治記者を務めた。 1924年に退社。改正中学校在学中に、病状や、神聖といった文芸史を知り、作家を始める。神聖で短歌の選者を務めていた、金子訓園に指示。1903年、金子訓園の白木区会創設に参加し、時前麻呂、田波三代、平井晩村ら新進の歌人と知り合う。当時は愛犬と交していた。 1906年に入学した第一、高等学校時代には、谷崎純一郎や和辻哲郎と交流を持った。1921年、初の短歌集、弱行を上司。この歌集が賞賛を集め、少量は歌壇に認められ、北原白州や小泉地下市ら当時の第一線の歌人たちと交流を深めた。1922年に、歌詞、観覧を鈴木康文。 伊藤公平らと共に創刊、主催者となる。1924年、北原白州、前田夕暮れ、時前マロ、小泉近氏、石原淳、釈長空、木下理源らと共に、歌詞、日光創刊。北原白州とは特に交流が深く、1924年8月には、鉄道省主催のカラフト観光団に共に参加している。歌詞、 観覧は1923年の夏から翌年の夏まで1年ほど休館したが、その後も観光を続けた。1940年に大日本華人協会の解散勧告を大田水穂、斉藤竜と連名で出し、以後は大勢翼山へと流れ込んだ。東京帝国大学卒業後の数年間、祖母と共に陰バ軍で過ごした時期もあったが、基本的には、 東京で暮らしていた。1924年秋、30年ほど過ごした東京生活を終え、郷里のインバルに戻る。1925年から10年間で、インバ沼マ周辺に60長部の土地を開墾した。この頃の生活を歌った歌は、第5歌集、開墾にまとめられている。当時としては、画期的な大型トラクター導入による農業の、 機械化や誘致農業を進めた。またこの間、開墾を進めることを目的として、インバ軍元の村の村会議員に出馬し、当選している。1936年、衆議院選挙に、千葉県第2区から出馬し、当選して、立憲政友会の衆議院議員となる。選挙委員として選挙戦を支えたのは少領に支持した、家人、鈴木や尾崎隆子であり、 演説会で、尾崎隆子が少量の開墾の単価を漏洩するなど、過人としての業績、開墾者としての業績を全面に出した選挙戦であった。戦後、農地改革により所有する農地の面積は大幅に縮小となり、1948年には公職追放となる。1949年には農村を現地視察したカール・シャウプを案内し、 シャウプ韓国に実情が反映されたという。その後、インバ沼、手賀沼の土地改良区設立運動に携わった。1951年に追放解除となる。1958年7月、少寮は右手が不自由になっていたが、親戚の家人、吉上寮の協力を受け、第11歌集、下薄間を上司する。少寮の最大の協力者であった妻の梅子は、 前年に亡くなっており、そのことによる少量の憔水と衰えは大きかったという。1958年12月7日に、食道癌のため、関東低心病院で生居。没後、生五位、訓三等随法省が追贈された。かし、観覧は、鈴木康文が代表を引き継いだ。1973年には、郷土を代表する歌人として、 千葉県文化会館に火碑が混流された。ありがとうございます。